随一、マッハツェンダー干渉系は、空気力学、プラズマ物理学、熱伝導の分野で気体の圧力、密度、温度の変化を測定するために広く用いられる。この図では、ろうそくの炎を解析する様子を示している。二つの像のどちらを解析に用いても良い。物理学において、マッハツェンダー干渉系とは、一つの光源から分けた二つの、 平行光の間の位相差を測定する光学機器である。この干渉計は資料によって生じる二つの経路間の位相差を測る際に用いられる。名前は物理学者のルートビヒマッハとルートビヒツェンダーにちなむ。ツェンダーが1891年に発表し、マッハが1892年に改良した。マッハツェンダー干渉計は極めて取り回しの利く光学機器である。 よく知られる、マイケルソン干渉系とは異なり、光は往復はせず一方通行である。白色光により、干渉島を作ろうとすると、白色光のコヒーレンス帳は限られており、マイクロメートル程度しかないことから、すべての波長域について、航路帳を同じに保つよう最新の注意を払わなければ干渉島は生じない。随一に見えるように、 資料セルと同じガラスで作った保証セルが用いられる。ビニムスプリッターの向きにも注意が必要である。ビニムスプリッターの反射面は資料光と参照光が同じ長さだけのガラスを通るように向きを決める必要がある。この向きにすることで資料光と参照光は双方が表面反射を2回することで同じ回数の位相反転を受けることとなる。 結果として、どちらの経路でも光は同じ航路長を進むことになり、資料庫と参照庫は白色光干渉島を呈する。図に、分散光源を用いた場合、干渉島は極在する。鏡と半島橋を調節することにより、どんな平面にも干渉島を極在させることができる。平行光源を用いると干渉島は非極在化し、 分散光源を用いた場合は極在する。図に,に示す通り、干渉島はどこにでも極在化することができる。ほとんどの場合、資料と干渉島を同時に写真に収められるよう、資料と同じ平面に極在化させる。マッハ・チェンダー干渉系は、比較的大きな空間で自由に作業でき、また干渉島をどこにでも極在化できるために、風洞実験において、 流れの可視化に用いられることが多い。空気力学、プラズマ物理、電熱工学において、機体の圧力、密度、温度変化を測定するために用いられる。また、マッハツェンダー干渉系は、光ファイバー通信に用いられる光変調器にも応用される。マッハツェンダー変調器は、集積回路中に収めることができ、高帯域で安定した光変調器として用いられ、 位相応答のある周波数領域は数ギガヘルツにわたる。さらに、マッハチェンダー干渉計は量子もつれの研究にも用いられる。資料庫を乱すことなく容易に参照庫を制御できることから、ホログラフィーの分野にも広く、マッハチェンダー干渉計が用いられる。特に、光ヘテロダイン研波において、周波数シフトした円軸参照庫を用いることができ。 動画周波数におけるショット雑音限界でのホログラフィーに適しているため振動計や血流のレーザードプラー撮像に用いられる。平行光線をビームスプリッターで資料光と参照光の2つに分ける。この2つの光は両方が鏡によって反射され、再び別のビームスプリッターを通った後2つの検出器に入射する。用いる鏡とビームスプリッターは 最後のビームスプリッターを除いてすべて入射面を鏡面とする。最後のビームスプリッターのみは光源からの光と同じ向きに出ていく透過光に面する面を鏡面とする。つまり光源からの光が水平に干渉系に入射しているならば最後のビームスプリッターの水平な側の出力光に面する側を鏡面とする。有電体表面における 反射光と透過光に関するフレネルの式から、屈折率の低い倍質から高い倍質へ入射した、光が反射される際には、位相が反転し、屈折率の高い倍質から低い倍質へ入射した、光が反射される際には、位相は変化しないことがわかる。詳しく見ると、以下のようになる。図3、資料が、出力光の位相に与える影響次のことにも注意。注意。 この規則はが有電体コートもしくは金属コートで構成されるビームスプリッターについても成り立つ。また、変更に関わらず成り立つ。さらに、実際の干渉系ではビームスプリッターの厚みが異なることもあるため、高炉帳が同一になるとは限らない。無論、吸収がない場合にはエネルギー保存則により、高炉差は半波長となることが保証される。また、 ある種の測定では精度を高めるために50、50でないビームスプリッターが使われることもよくあることに注意。図3では、資料のない場合には、資料光と参照光が、検出器1への到達時に位相が揃い、強め合う干渉が起こる。資料光と参照光の双方が2回の全面反射と1回のガラス板通過を経て、だけの位相シフトを受ける。対して、検出器二には、 資料のない場合には、資料光と参照光がそれぞれ半波長分の位相差を持って到達し、弱め合う干渉が起こる。すなわち、参照光は検出器にに到達するまでに1回の全面反射と2回のガラス板通過を経て、だけの位相シフトを受けるが、資料光は2回の全面反射と2回のガラス板通過を経て、だけの位相シフトを受ける。したがって、 資料のない場合には検出器1のみが光を受けることになる。資料庫の航路上に資料が置かれた時は、2つの検出器に入射する光の強度は変動し、ここから資料による位相シフトを計算することが可能となる。マッハツェンダー干渉系は応用性が高く、量子力学においては、半実確定性、量子もつれ、量子計算、量子暗号、量子論理、 エリツァー・ベイドマンの爆弾検査、量、コケシゴム実験、量子ゼノン効果、中性子散乱など、基礎的研究課題に広く用いられている。光通信分野においては、位相と振幅を同時に変調する、電気光変調器として用いられる。ありがとうございます。